では今日のゲームハイライトで振り返ります。東北楽天ゴールデンイーグルス、東北開幕イーグルス先発は則本昂大、今シーズン初登板初先発ということになりました。その則本の立ち上がりをご覧いただいています。スコアリングポジションにランナーを背負って4番の内川を迎えた、しかしここは最後はフォークボール三振でゼロで終えた立ち上がりの則本です。一方ホークス先発、こちらも今シーズン初登板初先発、WBC 帰りの千賀です。この千賀の方は立ち上がり三者凡退3人止めたというピッチングでした。0対0でゲーム3回です。でこの回は今日セカンドスタメンの藤田いいプレーがありました。そしてその裏の攻撃、先ほどいいプレーがあった藤田から、この藤田のヒットがチーム初ヒット、ここからチャンスが生まれます。でこの後ツーアウトランナー三塁で、これで藤田が一気にホームに帰ってきました。好判断でした。ワイルドピッチでイーグルスが先制という3回の裏でした。さあそして4回です。ランナーを一塁に置いて藤井さんはもう少しでホームランという当たりはライトフェンス直撃のタイムリースリーベース、これで2対0とします。そしてこの後島の当たりがライト上なしグラブに当てますがわずかに追えます。これがタイムリー3対0とするとトップに入ってボギー、これ初球でした。ランナーを2人置いてのスリーランホームラン、これで6対0とします。さらにこの後ワイルドピッチで1点追加、7対0としたイーグルス。さあ相手の援護をもらった則本です。これ5回のピッチングをご覧いただいてますけれども、5回は3人止めた、リズムよく終えたという則本でした。6回です。デスパイネのスイングが島の後頭部、直撃で島担架に運ばれて退場ということになりました。この後則本ですけれども、キャッチャー細川に代わってワンアウト満塁のピンチ、中村晃にライト犠牲フライ、1点を返したホークスです。そしてこの後、なおもピンチ続いて鶴岡を迎えました。ここはライトフライで打ち取りました。結局今日は則本はここまで、6回1失点という内容でした。7回は2番手ルーキーの森原です。その森原が7回0で終えました。そして8回、この回からハーマンがマウンドに上がりました。ワンアウト満塁というピンチを迎えましたけれども、松田をショートゴロダブルプレイ、ゼロで終えたハーマンです。そして6点リードですけれども、最後松井裕樹が出てきました。ランナーを1人出しましたけれども、最後は本田をサードゴロ、これで7対1、イーグルスが開幕4連勝を飾ったゲームでした。